こんにちは、吉根さん。マトリックスアフィリエイトで騙されて、そっからマトリックスアフィリエイトのネタに稼いだのは私ぐらいのもんでしょうね。だからやっぱりね、トラブルに見舞われて、そこからどのように立ち上がっていくか、そこからどのように行動していくかすらもう、まあ、ネタなんですよね。詐欺られて終わり、もうこの野郎とかじゃなくって、訴訟するとかではなくて、訴訟止まりじゃね、ダメなんですよ。詐欺られたことをエピソードにして、そこからさらなる売上利益信頼につなげていくっていうのが、まあ、ビジネスのセンスだと思いますね。まあ、考えてみたら、お金を持ち逃げされちゃったとか、お金を貸して戻ってこなかったっていう経験は当たり前のように人生に落ちてますから、それはこれからも起きると思うんですよ、そういうことは。だからそれに対してどういうふうに行動するかってことも、まあ、ビジネスの一部だと思うんですよね。まあ、いろんな理由でお金なくすじゃないですか。物を買ったりとかね、なんか不良品だったとか、ただ単純に浪費しちゃったとか、投資がうまくいかなくなったとか、お金って減ったり増えたりするもんですけども、やっぱりね、増えたらもっと増やして、減ったらやっぱり増やしてみたいなことができないと、まあこの世界は渡っていけないかなと思うんですよ。だからね、いろんなビジネス関わって損しちゃいました、損止まりじゃダメなんですよ。で、損すら投資に変えていかないといけないですよね。その麻雀に例えていくと、まあ展望しないことってあるんですけども、一回も展望をなくさないように優勝するってことは本当ないんですよね。なんかこう、展望を失うことはある意味投資と捉えてね、経費だと思って進めていけることが重要なんじゃないかなと思いますね。私はリアルビジネスずっとやってきて、全然日の目を見なかったんですけども、まあ、それが全て投資になっていって、リアルビジネスほどネットビジネスはきつくないなっていうところから、まあ、いろいろと可能性が見出したのと、どう考えてもリアルよりネットだろうと、それ以外ないだろうなと思ってるわけなんですよね。でも多くのネットビジネスに二の足を踏む方って、リアルビジネスを一生懸命やっていって、リアルビジネスが嫌になったのにリアルビジネスから離れないですよね。だから本当いろんなものの順番とか考え方を変えていく。で、考え方を変えるっていうことだけではなくて、行動も変えていかないといけないと。そうすると結果が変わっていくっていう、まあ至極当たり前のことなんですけどね。でも未だに何も変わってないと、まあ、がっくりしてるだけと。それでは本当にね、がっくりしてるだけなんですよ。肝心なのは、このままではいつまでもこのままだってことなんですよね。まあ、だから今日からこのままをね、変えていかないといけないかなと思います。不連続への挑戦と言いますけどもね、全く別の道を歩み出すことを覚悟しなければビジネスは開けないのかなと思いますよね。いやー、15年前の曲がね、1600万回再生ですね。だからやっぱり私たちは過去を使っていくこともできるし、未来の妄想を使っていくこともできるし、今現在で勝負することもできるし、手札はいっぱいあるってことなんですよね。少ないように見えて、それこそ情報ビジネスなんて何を発信するかですからね。だから無言でいたりとか何も表現しなければ、それは何も動かないですからね。用心した方がいいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと風呂行ってきます。